にちは。ジャパンリンクの時間です。毎週日曜のこの時間にお送りしています。再放送は今晩8時です。では今日の主な内容です。カレードスコープでは村の伝統価値保存開発を支援するJICAのベトナムでの事業に焦点を当てます。ドアートベトナムではフエの王宮に保存されている貴重な宮廷ベトナムの宝物を紹介します。ジャパンナウではアートによって息を吹き返している大阪の北加賀屋についてお伝えします。11月26日午後、ハノイでチュン・ホア・ビン副首相は茨城県の大井川和彦知事と会談を行いました。ビン副首相は茨城県とベトナムの労働傷病兵社会所と技能実習生特定技能労働者の受け入れに関する覚書を締結したことを高く評価しました。ビン副首相は茨城県の企業がベトナムでのハイテク農業、学校及び精密工学などの分野へさらに投資することを期待しています。一方、大井川知事は茨城県の企業にベトナムへの投資を呼びかけ、そして県内に住み働くベトナム人に有利な条件を作り出すと強調しました。続いてはベトナム経済に関するニュースをお届けします。ベトナム計画投資省傘下の NCIF 国家社会経済情報予測センターによりますと、2019年の GDP 国内総生産成長率は 7.15% に達し、 CPI 消費者物価指数の増加率は 3.1% に維持される見通しです。年末までは消費者物価指数増加率が目標値を下回り、マクロ経済が安定し続けるとしています。また金融政策は成長を後押しするために臨機応変に運営されます。現在の有利な条件により金利がやや低下する可能性があり、企業の生産コストの削減および年末の注文への対応に役立ちます。製造業では FDI 外国直接投資部門が4年連続で成長し、経済発展事業の原動力としての役割を果たしていくと期待されています。さらに貿易黒字も増加していくということです。ベトナム計画投資省によりますと、2019年1月から11月に外国人投資家の新規登録投資額や増資額、株の購入金額は合わせて318億ドルに達し、前年同期と比べ 3.1% 増となっています。加工業と製造業は最も巨額の FDI を誘致し、登録累計額の 68% を占めています。次いで不動産や卸売小売分野です。また年初からベトナム市場を視察する外国企業の数は前年同時期と比べ約 30% 増加しました。その中には中国からベトナムにシフトしようとする企業が多くあります。11月24日福岡市の九州産業大学でベトナム人技能実習生を対象にした第1回日本語スピーチコンテストが開催されました。1回目のテーマは日本の旅で、多くの協同組合や企業から選ばれた優秀な参加者たちが集いました。コンテストの最優秀賞はスマイル社のグエン・コクズンさんが受賞しました。コンテストでは家族愛や日本での生活に関するさまざまな話が紹介され、多くの来場者に感動を与えました。発表者のほとんどは日本に来るベトナム人技能実習生に向けて日本語をよく学び、日本の文化や習慣、
法律を理解することが必要というアドバイスをしました。この日本語スピーチコンテストは九州地方に住むベトナム人技能実習生にとって日本語能力の向上、日本でより良い生活と仕事に取り組むことができるきっかけと経験を共有し、技能実習生の願いを発表する場にもなりました。11月21日から27日にかけて、東京で第56回 ABU アジア太平洋放送連合総会が行われました。この機に ABU 賞2019の授賞式も行われ、ベトナムテレビ VTV7 のドキュメンタリー兄弟が子ども番組部門で最優秀賞に選ばれました。VTV が制作した兄弟はドキュメンタリーです。主人公はホーチミンでお菓子を売る2人の兄弟で、日常生活の物語を兄が語っています。その兄弟は貧しいですが、2人がお互いに思い合う気持ちは強く、視聴者を感動させました。ABU là một giải thưởng rất là danh giá và đây cũng là lần đầu tiên VTV có được cái vinh dự là thắng giải nhất trong hạng mục trẻ em. Ekip làm phim sẽ có thêm những cái động lực để tiếp tục khai thác những câu chuyện xúc động và những chất liệu từ Việt Nam, từ đất nước của mình. Đài 56 回 ABU 総会では、インターネットが凄まじく成長し、数多く新しいメディアが誕生する背景の中で、ラジオ・テレビ業界の将来や視聴者の需要を満たす最新技術の導入などが討議されました。 VOV ベトナムの声放送局は2020年10月22日から27日にかけてハノイで多種類マルチプラットフォームでコンテンツ質を向上と題した第57回 ABU 総会を主催する予定です。こちらは小林雄一さんという日本人によって90年代に撮影されたハノイの写真です。最近ではこれらの写真は多くの人々の関心を寄せ、 SNS でも広く拡散されており、 2,30 年前のハノイの光景をもう一度見て楽しんでいます。当時のハノイはどのように写ったのでしょうか。写真を堪能しながら小林さんのお話を伺いましょう。当時シクロは観光者向けの乗り物ではなく庶民の足でした。街の景色に溶け込んでいます。圧倒的に車が少なかったです。自転車とバイクが中心です。フエドリカ・ハイバチュン通り、きちんとネクタイをして自転車で仕事へ向かう様子、日曜日の家族連れといったところでしょうか。遠足で来た小学生でしょう。これからバスで出発という様子。これらは90年代にハノイで撮影した写真1枚ごとに小林さんが書いた説明文です。小林さんは写真カメラ愛好家として50台以上のカメラを所有しています。そんな中、多くのカメラを手に当時ハノイの街を散策し、ハノイの人々の素朴な日常生活の風景をフィルムに焼き付けました。ハノイの街とそれから人と、ハノイの人と人っていうのはとっても近いですし、皆さんの生活っていうのが街歩いてるといろんなところでいろんな形が見えて、これがとっても居心地が良かったし、一番写真撮って最初に目立つのは緑ですね。それから街並み、その中での人の暮らしから見える街としての表情、これが街それぞれでもいろいろあるし、とても魅力的です。合わせて14年間近くハノイで暮らしていた小林さんは、2年前家族と一緒に日本に帰国しました。今回は数日間だけでハノイを訪れ、家に戻ったような気持ちになりました。
久しぶりでいろいろ感動するかなと思ったんですが、なんか昨日までいたみたいに普通にいつもの生活に戻ったみたいで、私の人生の中でも大事な時期にいましたね。その間私がいた会社も大きくなっていったし、私の家族も子どもも大きくなっていったし、でハノイも一番大きく変化した時期に、それを見ながら一緒にここで生活できたっていうのは非常に有意義な期間でした。写真だけでなく90年代に録画したハノイの動画もSNS で拡散されました。小林さんはハノイの古く素朴な美しさを再発見できるように、より多くの人に共感してほしいという願いを持っています。現在ベトナムでは古い町並みが文化遺産として指定された古い村が4つあります。それらの古い村には文化価値だけでなく歴史的価値もあることから、その保存・開発は重要な事業となっています。この10年間 JICA 日本国際協力機構は、そのうち3つの古い村の伝統価値の保存や観光開発の支援事業を行ってきました。今週のカレードスコープでは、JICA ベトナムの小林龍太郎さんとのお話を交え、ハノイにある古い村、ドゥーンラン村を例に、ベトナムでの支援事業を紹介します。2014年7月から2015年3月まで、JICA のボランティアとして活動していた石川裕也さんは、ドゥーンラン村に住むテイさんに、味噌のラベル作りやラベル貼りの作業を支援しました。これは JICA によるドゥーンラン村の観光客向けの食サービスの向上プロジェクトの一環でした。やっぱりハノイとかでもその味噌の認知度が上がるっていう最終的な目標はあるんですけれども、まあ、そこに向かって僕はちょっと9ヶ月しか活動がないので、その中でですね、まあ、一歩だけでも踏み出して、あとはおじいちゃんが考えてその収入向上っていう最終的なゴールに向かってですね、いければいいかなというふうに思ってます。Thực tế mà nói là từ khi được nhận nhãn mác thì người ta khách hàng người ta mua rất thích, bởi vì cái nhãn mác nó thứ nhất là mang tính chất an toàn và người ta nắm được cái thương hiệu và cũng như là cái cơ sở sản xuất, và người ta an toàn vấn đề thực phẩm hơn. また JICA はドゥーンラン産のお菓子を対象にパッケージ作りを支援しました。この事業によりお菓子の品質や安全性をはじめ、村人の収入も向上していきました。Gia đình chú đã được giải nhất của cái sản phẩm du lịch ấy. Thì họ giúp cho nhà chú về cái logo của gói kẹo. Thế sau thì họ giúp cho chú về cái mẫu mã này. Và tiếp tục cuối cùng là đăng ký cho nhà chú cái thương hiệu, cái mã số thương hiệu để cho cái sản phẩm của mình nó được lưu hành khắp nơi. Khi tình nguyện viên chuẩn bị là về nước, đã nhờ bên VD là giúp cho làm cho bao bì và thiết kế bao bì. CB đã giúp là cả tờ rơi nữa, và chụp cả hình lá chè rồi thì bao gồm là nguyên liệu lên đấy, lên ảnh để phát ra nhiều người để cho bánh được biết đến nhiều hơn và bảo đảm an toàn thực phẩm nhiều hơn. 商品情報の詳細が明記され、また目を引くラベルデザインによってルンラン村の特産品の知名度が上がりました。そのおかげでルンラン村をはじめベトナムの観光とイメージが広がっていきました。小林さん、今日お時間を割いていただきありがとうございます。いえいえ、どうしまして、はい。ベトナムで行ってきた事業の中で、ドゥーンラン村を支援する事業が多くあります。ドゥーンラン村を選んだ理由は何でしょうか？ドゥーンラン村は、
2005年からですね、集落全体が国家文化財に登録されました。ベトナム国内の文化財保護のですね、パイロット地区っていう形にこうなりましたので、それを土台にしてJICA をはじめ昭和女子大学であるとか奈良文化財研究所、こうしたところが協力をスタートさせたというのが、まず最初ドンラム村に焦点を当てるきっかけになったイベントです。でその後もですね、JICA は、2008年から、青年海外協力隊の派遣を始めまして、村の、価値ある文化財の修復であるとか地元の農産品を使った産品作りについてですね、協力をしております。ハノイのドゥンラム村、ウェイのフォークティック村、デンザン省のドンヒッファ村に加え、ホヤンの旧市街といった4つの村における古い建物の修復と保存、そして地元の観光開発を目指し、 JICA はボランティアや専門家を派遣しました。家、お寺、村の門など古い建物の修復や保存だけでなく、村の観光マップやパンフレットを作成し、農業体験プログラムや食事サービスの向上に取り組みました。それらの事業の成果は何でしょうか？さまざまな効果が出ております。ドンラム村については、非常に大きい効果が出ておりまして、2008年、訪れた観光客数というのは1万3000人だったんですけれども、2014年にはすでにですね、13万人と、約10倍の観光客が訪れるまでに、となっております。さらにですね、この取り組みというのは、伝統的な、価値を保存する取り組みとして、認められまして、2014年にはですね、ユネスコ文化遺産保存のためのアジア太平洋遺産賞という名誉ある賞をいただいております。事業終了後、その成果を持続させるためどのような取り組みを行いましたか、もしくは支援の計画がありますか？JICA は直接なかなかこう支援できなかったとしても、JICA のパートナーの日本のさまざまな機関が協力して JICA の事業の後のフォローアップというのはさせていただいているという状況です。他にもですね、伝統集落の保存であるとか、女性のリーダー、この活躍というのが、目覚ましいところがありまして、そういった関係者の人たちを、日本に招聘してですね、よりその活発に活動してもらおうという取り組みなんかも、しています。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。続いてはワールドベトナムとジャパンナウのコーナーです。ベトナム中部の都市フエにある王宮には、現在大きな銅の宮廷が保存されています。宮廷は9つのかなえと書き、そのかなえとは3本の足で立つ青銅製の釜のようなもので、祭祀に使う器具です。この宮廷の表面にはさまざまなテーマの模様が刻まれ、グエン王朝時代のベトナムの国全体を表しています。今週のドアットベトナムでは、とっても貴重な宮廷、ベトナムの宝物を紹介します。ベトナムという国、フエで宮廷で表すは、ジャーナリストであるズン・フク・トゥさんが長年研究し書いた本です。フェの王宮にある宮廷について好奇心を持ち、宮廷に潜む深い意味を見出したいと研究を進めました。ví dụ trong cao đình thì nó có cái con rồng, có con hổ, nhưng đồng thời nó có cái cây lúa, rồi những đình khác thì nó có củ hành, củ kiệu, tức
tức là người ta muốn nói cái đời sống con người nó từ thượng tầng kiến trúc nhưng đồng thời nó cũng đến ở tận thôn quê. Cụ hành cụ kiệu là cái sản phẩm của toàn dân, nó là cái thơm tho của đồng ruộng và nó là vị thuốc của dân gian, nó cứu sống con người. Chính những cái điều đấy tuy đơn giản nhưng nghiên cứu để giải mã những cái đấy là cả một vấn đề. Tu san wa kyūtei o kenkyū suru tame iroiro na basho o tazunemashita ga その一つに鋳造の職業村がありました。フエの炉の鋳造村は昔ズンソンという名前で知られました。村人のほとんどは炉の鋳造に携わっていたので、長い間鋳造村とも呼ばれてきました。この村の作品はフエ王宮の有形文化遺産の傑作になっています。その中でも1835年から1837年までの間に鋳造された宮廷は特別なものです。tất cả các ngôi đền đó đã được các nghệ nhân ở trong làng nghề đúc phường Đúc Huế và cùng với tất cả những thợ đúc ở khắp cả nước về tập trung để đúc ra những sản phẩm đó. Đúc ra những cụ đền như vậy thì người thợ thủ công phải nấu đồng là về nhiệt độ phải gần 1.200 độ bằng cái công nghệ là lò chọ. Tôi có thể khẳng định rằng là cựu đỉnh không những là cái bộ cổ đỉnh đồng mà đẹp nhất còn tồn tại cho đến hiện nay thì ở Việt Nam và tôi có thể khẳng định là trên thế giới. Về kỹ thuật đúc đồng thì đến bây giờ người ta vẫn rất thán phục. Là không hiểu tại sao nghệ nhân ngày xưa lại giỏi như thế, có thể đúc được chín cái đỉnh lớn và nó hoàn hảo đến như thế. Nó thể hiện cái tài hoa đặc biệt của nghệ nhân Việt Nam trong cái giai đoạn đó. Kyū tei wa Fuei Okyū no seibyō ni arimasu. Kono Fuei Okyū wa Gwen Ōchō, rekidai kōtei no iihai o matsuru basho desu. Hitotsu no kanae wa hitori no kōtei o arawashiteimasu.また各家内の名前はその皇帝の名簿から取ったものです。元朝の初代皇帝であるザーラン帝の家内は中心に置かれています。それぞれの家内は形状と重量が異なり、統一された全体の中に個性を持つのも宮廷の特徴です。1835年、二代目の明万帝によって宮廷の制作が指示されました。これは永遠を意味するだけでなく、王朝の繁栄を象徴していました。それぞれの家内には17のレリーフと1つの絵画が細工されています。9つの家内を合わせると153もあるレリーフは、元王朝時代のベトナムの全体像を映し出し完成しました。một ý nghĩa nữa đó là nó thể hiện tất cả những cái sự giàu có, cái suy nghĩ về thiên nhiên, suy nghĩ về cuộc sống, rồi cái sự tự hào về đất nước non sông. Chúng ta có thể thấy là những dòng sông lớn, những ngọn núi lớn thì đều xuất hiện ở trên cựu đỉnh cả, thì đó là một cái điểm rất đặc biệtngoài ra thì có như tôi đã khẳng định thì đấy là một trong những cái tuyệt tác được đúc bằng đồng, được chạm khắc bằng đồng, trong đó có thể nói là đúng như cái mong muốn của vua Minh Mạng, thực sự nó là một của báu dành cho con cháu đời sau. Từ cha ông đến thế hệ cần chúng tôi hơn thì luôn luôn dù ai đó có nói như thế nào thì đại đa số dân tộc Việt Nam vẫn luôn hướng về cội nguồn, luôn hướng về cái sự thống nhất đất nước tròn vẹn một dân tộc. Tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam đều luôn hướng đến cái mục đích đó. Rất nhiều công trình chứ không phải chỉ cựu đỉnh thì đều hướng đến cái thứ đoàn kết dân tộc, cái sự thống nhất quốc gia. Phê no kyū tei wa yaku 200 nen no rekishi ga arimasu. Soko ni kazu ooku no chokoku sareta rireifu wa 19 seiki no toitsu mizoku no rekishi teki na konseki desu. Sono oku ni wa文化価値が豊富な国の歴史全部が詰まっており、そしてベトナム最後の王朝の皇帝の美学を取り入れた貴重な宝物となっています。
阪は東京に次ぐ日本の最も賑やかな都市の一つです。こんなに発展し、忙しい大阪にも昔の面影を残した新しい街があります。今週のジャパンナウでは、北加賀谷エリアについてお伝えします。北加賀谷は以前栄えていましたが、時代に伴い街は衰退しました。しかし現在アートによってこの街が再び息を吹き返しています。日本第二の都市大阪。東京から西へおよそ500キロに位置する港湾都市です。日本一高いビルがそびえるビジネス街。一方でその足元には日本一長い商店街があり、独自の食文化を楽しむことができます。多様な魅力があふれる西日本最大の都市、それが大阪です。大阪から木津川をたどった先に広がる町、北加賀谷。町中の至る所で見かけるポップな壁画が今若者を中心に大人気。おしゃれな写真が撮れるフォトジェニックな街として注目されているのです。国内外の有名アーティストによって描かれたもので、20カ所以上も存在します。さらに屋内では、他では展示の難しい巨大アートを楽しめるイベントを数多く開催。北加賀谷は今、若者が集うアートの街として注目されています。そんな北加賀谷、かつては造船業で栄えた街でした。1979年に造船所が撤退すると、使い手のいなくなった倉庫や家屋が取り残されました。そこに目をつけたのが地元の不動産会社。廃屋のポテンシャルを生かし、クリエイティブな活動による地域再生を目指したのです。ポテンシャルを見出してくれる方っていうのは、やっぱり私たちではなくて、クリエイター、アーティストさんだというふうに考えてるんですね。こういう物件を見て、すごい面白いねって言ってくださるんですね。彼らの活動を支援して、街づくりにつながっていけばいいなという形ですね。ここはかつて造船所の社員たちが使っていた築60年の住宅。北加賀谷で活動するクリエイターがリノベーションを行うことになりました。住宅としての役目を終えた建物、老朽化が進んでいました。それを取り壊すのではなく、梁や柱で補強し生かす。広い空間は交流ができるカフェに、いびつな形の部屋はギャラリーへ。使えるものはしっかり使って、使えなくなったところは自分たちで直して、簡単に物を捨てるっていうのではなくて、しっかりとつないでいく、継いでいくっていうのを大事にしたいなとは思う。かつての面影はそのままに、一つの建物が多彩な魅力あふれる交流スペースへと再生しました。古い家屋を活用し創作の場に。今北加賀谷にはさまざまなジャンルのアーティストが移り住んでいます。他のジャンルの人々と関われることが、なんかすごい魅力的だなって思って、はい。アートの力って人と地域をつなげて盛り上げられるんやなって実感が、まさかね、最初の頃は思わなかったですけど。使わなくなった家屋を生かし、創造の場へと街ごとリノベーションした北加賀谷。今多くの人に注目される街となっています。今週のジャパンリンクはいかがでしたか。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどもお待ちしています。メールアドレスは japanlink@vtv.vn です。
このジャパンリンクは VTV4 のホームページや YouTube でもご覧になれます。それではまた来週お会いしましょう。